こんにちは、北海道のサルカムイです。今日は、ちょっとジャングルファティーグジャケットを紹介したいと思います。いわゆるヴィンテージじゃなくて、これは GU のモデルです。これ1年かそれ以上前に出たモデルになります。色はベージュになります。まあ、ちょっと日当たって薄手なんで透けてますけど、まあベトナムの第4世代タイプを模してるジャケットになります。細かいこういうリップストップ生地になってます。ポケットが前面に4つで、袖口もボタンで絞れるようになってますね。で、この身幅もこうボタンで絞れるようになってはいます。で、まあガバッと羽織っていきたいなと思ったんで、まあサルカムイ今40代半ばですけど、大人が着てもいいかなと思うのがこの GU のやつだったんで、買いました。ただその買ったと当年というか、買った当初は着てないです。洗濯して、タグ取って洗濯してそのまましまってたんですけど、今年、まあ、春に、まあ、着てみたいなと思って、引っ張り出してきました。ユニクロとか GU で結構こういうミリタリー系のシャツアウターみたいのって安く出てるので、サラリーマンのお父さんにはおすすめします。じゃあちょっと、次は着画を撮りたいと思います。じゃあまた。はい、ちょっと今羽織ってみました。これ今羽織って、まあ袖もちょっとまくってます。下は何だろう、細身のパンツでも、まあ、今は流行りのワイド系のパンツでもいいと思います。一応サルカムイは細いノースフェイスの黒いパンツに合わせました。で、まあこれサルカムイ、まあ、北海道なんでまだ寒いんで、中にユニクロのこの防風のボアのフリースを着てます。なので、あったかい地方の人とかだと、中白 T とかでも全然いいと思います。普通のボーダー T シャツとか着て、デニムにこれただ羽織るだけでいいと思います。ただ、あんまり前閉じて着ない方がいいと思います。前着て着ると、完全に前こうやって閉じて着ると、なんか作業員のおじさんになるんで、前は開けて、合わせるアイテムはちょっときれいめなものにした方がいいかもしれないですね。もしくは思いっきりスポーティーにするか、じゃないと。どうしても作業服感が出てくるので、このデザインと色味というか、なのでそこを注意すれば何にでも合わしやすいものになると思います。これから春先、おすすめします。そんな感じで今回は GU の、ジャングルファティーグを紹介してみました。次もまたおすすめのものがあったら、紹介していきたいと思います。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。